新監督の年俸安すぎん。楽天今井俊明新監督40が17日監督就任会見に臨んだ。背番号はこれまでの98、年俸は推定4000万円の2年契約。報道陣の取材に応じた一問一答は以下の通り。現在の心境、ワクワクと緊張なら緊張の方が大きい感じです。もっと上げたれよ。今年監督1年目の新井と松井稼頭央が7000万で12球団最安値なのに、それより3000万も安いんか。平石5000万、三木5000万、最低5000万は出したれよ。モバイルのせいできんないんや。出来高がつくんだろ。前から楽天の監督年俸はやたら安いんだよな。三木と平石が5000万で、エブは7000万、5000万、4500万って報道があって、どれが本当かわからん。新人監督の相場は7000万が多いな。今なら新井と松井、その前なら中島、辻、笹岡、三浦、真中、ラミレス、高津とか大量にいる。